どうも皆さんこんにちは、バジスコキとケーキとヤッホヤッホちゃんです。イエイ。遠い遠い名古屋、遠い普通に。まあ後でね、クラーケに来るから、うん、楽しみ。まあ、それまでは2人で、まあ、3人か、うん、で、まあやっていこうかなと思います。はい。で、まあね、その僕たちさ、バーティクスは、まあ、豊橋をね、うん、拠点に頑張ってるわけですよ。もっとね、豊橋のことをね、してもらおうかなって思って、はい、知らないじゃん、正直、豊橋のこと、うん、そこまで知らないでしょ、うん、そこまで、うん、で、多分行ったことないだろうっていうね、ところをまあね、プレゼントして行ってもらおうかなと、うん、おっていう企画です。了解です。はい、ということで、今からじゃああげます。もうあげます。なんだろう。はい、こちらです。豊橋総合動植物園。まあね、ノンホイパークにね、うん、前売り券をね、実はですね、うん、僕とクラーケンが事前にですね、うん、買いに行きまして、うん、でですノンホイパークとは、ノンホイパークとは、うん、豊橋にある、まあ、動物園。動物園、まあ名古屋でいうと東山動物園。豊橋バージョン、まあ、めちゃくちゃもう喋れてますけどね、うん、で、豊橋のことをもっと知ってほしいということで、まあ、ノンホイパークの、うん、でをね、で、本当はですね、うん、これ、チャンマーさんと撮ってるんだけど、うん、本当はエアランズと撮るはずだったんです。これ言っちゃうと。で、僕たち、うん、エアランズのために本当はね、ちょっとこう変えた感じでこれを利用した企画をやろうと思ったの。なんだけど、まあ、できない、うん、買ったので、もう買った後だったからさ、まあ、これをね、普通にあげようかなという感じです。大人前売り券っていうのがあって480円で買えるのよ。ほんとこれ普通に入ると600円ぐらいするの、うん、前売りの方が安いのよ。おー。で、有効期限はないので、あ、ないんだ。いつでもいけます、もうね、嬉しい。一つね、うん、普通にあげたらさ、面白くないじゃないですか。うんうんうん。ってことで、一つね、この GoPro でも撮ってるから、後でさ、動画は見てもらおうかなと思うんだけど、一つね、ミッションがあります。うん。はい。ということで、ノンホイパークついて、歩き回って、はい、豊橋自然史博物館の中の入って右側、はい、にある、売店に行ってきました。で、ミッションを発表します。はい。この豊橋からのお土産ブラックサンダーノンホイパーク限定パッケージのもっちりあんまきを買ってくるっていうミッションにしたいと思います。はい、これをね、ミッションにしていきたいと思いますので、はい、買ってきてください。では頑張れ、うん、で、チャンマーチャンネルでもいいし、うん、エアランズでもいいから、うん、商品紹介をして、おそれを出してほしい。分かった。それがミッション、うん、これクリアしたらどんな感じなんですか。クリアしたらクリアしたらやったーみたいな。オッケーオッケーオッケー。え、そんなないよね。後々考えときます。とりあえずやることが大事。うんうん、うん、やる気持ちが、はい、うん、で、ノンホイパークはめちゃくちゃ空いてるから、うん、皆さんぜひ行ってほしいです。本当に空いてるから。僕たちに行ったのね、土曜日だったんですよ、うん、マジでいなかった人。そんな声大にして大丈夫。大丈夫。本当にもうマジで俺ら行ったじゃん、うん、クラーケンと二人で、待って、これエアランズさんにさ、これを企画をさ、押していいのか、うんうん、こんなサブレた動物園俺らが紹介していいのかと。怒られるよ、絶対怒られる。こんなに過疎化した動物園があるのかっつって、うん、本当に公園みたいな感じ、空き地で子供とお母さんが遊んでる感じ、みんな、うん、動物園を見に来るっていう、遊具で遊んでたみたいな、ね、暇そうにゾウさんぐる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 言ってたよ。すごいね、行ってほしい。もしかしたら日曜日とかだったらあれ混んでるかもしれんし、うん、まあ、夏休みとかだったら混んでると思うんだけど、まあ、季節的に、ね、冬だから少ない。
空いてるといろんな動物見やすいからね。そうそうそう、うんうん、なんなら絶叫系もあるから、うん、遊園地も、遊園地もあるそうだすごい植物園もあるから、あるある、ね、じゃあもういろいろ楽しめるね。楽しめますね、うん、で帰りにねラーメン行ってさっき食べて帰ってきてくれてもねクリスマスターだけにそうもうねめちゃくちゃいいと思うよね、うん、まあ行ってみてください、うん、ということでじゃあこれを贈呈します。84番ですね、これね。もう一枚あるの？もう一枚あります。なんなら4枚あるんですけど、どうします？でも、やらんって5人ですよね。5人。一人省けになりますので、まあそこは話し合ってね。うん、みんなで。なんなら罰ゲームのなんなり。一人だけちょっと自腹です。自腹で。じゃあみんなあげましょうか。4枚ずつでね。うん、じゃああげまーす。ありがとうございます。お願いします。行ってきてください。ミッションコンプリートしたら、皆さんにもね、動画で報告してくれると思うから、うん、なんだか平日行ってほしいかもしれない、うん、誰もいないから、あ、本当に、うん、分かった、じゃあちょっと平日チャレンジしてみます。うん、行ったらもう、うん、多分思うと思う、マジでいない人、本当に、うん、そんなに、うん、信じていいの？いないよね。確かにいないけど、夏休みとかはめちゃくちゃ多いイメージ、うん、でもめっちゃ多いっつってもさ、そんな東山動物園とかそういうところに比べたら、東山動物園とかの多分いつもの平常運転がノンホイパークとかの一番マックスぐらいかもしれない。そうなんだ、うん、オッケー、もしね行ってみたい人がいたら行ってきてください、うん、ということで以上になります。バイバイ。バイバイ。またね。